試合開始のゴングが鳴り響きました後楽園ホール。2013年の2階級を制覇したチャンピオンです。左ジャブ飛び込んできたガオフラチャーンです。50キロ契約で今日はリングに上がる左ジャブ井上です。フックを見舞っていきました。素早い前後の動き、左ジャブ一発でセカウンド。1分以上だけ残っているがレフリーが試合を止めました。どんな栄光が待っているか。昨年は落ちた井上尚弥、1ラウンド1分50秒。